やば、30秒しかない。やべ、死にそう。もう初っ端から無法地帯やってきます。無法地帯やばいね、それ。え、でも脇でバランス取ったり取らなかったりです。取って。バランス取って、お願いだから頼みます。え、わかんない、どうだろう、取れてるのかな。いや、なんかさ、コメントの時にさ、俺今までさ、いろんな方からさ、はい、このチーム使ってくださいみたいなのもらったんだけどさ、はい、シンプルに強くて、ああこれなら全然使っていいわってなったもんね。初めて。あんまり可能性ないとちょっとなんか、そう、もう結果見えてるからあんまりやりたくない。初めてなんか、ああこれいいわ、面白いわって思った。ちゃんとシンプルになんか目的があるやつ。そう、これは確かに、あの、一理あるって思う感じのバランス。いいっすね、気になる。ゲームは出られないかな。ということで、どう？はい、ああやばい、まずい、やります。困った。危険な香りがします。いや、しかも勇者やん、勇者やんけん、やばいんですけど。歌うか。いえ、あ、勇者なんで。ドルクマだった、そうだった、忘れた。そうでした。最近ドルクマモーモンよく使います。ハード10ナイトリッチ10。ひどい、えぐいな。で、私はもう一旦目にこれを使うっていうのを押していきたい。やばいな、それ。勇気減らせ。残念、減らせない。これ刺さったことがない。確率すん高くなかったはず。そうなんだ。ワックスドライブー、あー、やだー。あー、全部刺さった。いけいけいけ、うん、いけいけ。あー、よしよしよし、黄金のオーラでしょ、それかっこいいやつね、はい、これジュイーンダーン。いや、これ好き。いいね。痛いなー、弱点だからなー。まあ、実質総裁されてはいるんだけど。まあ、状態異常が怖い。お、いいよ。天空仕事しろ。あー、うん。そんな、ちょっとしょっぱ。しょっぱ、しょっぱ。ドルマは、誰にも効かない？うん。あれ、ゴールドマンってドルマダメか？あれ？どうだっけ？いや、ドルマ大丈夫なはず。マジか。ゴールドマンに行かないのかなと思ったけど、勇者、勇者だ、そっか。ボルロ補正があってもそっちに行くんだ。じゃあここでちょっと、確かにな、あれか、効果抜群アナウンス流れないってことは相当体勢やっぱ上がってんだな、ボルロ。絶対5じゃねえな。いや、うん、うん。75です。やっぱそうだね。これも体勢75になってます。20上がってます。化け物すぎる、マジで。えぐいよ。オッケー、会心でないならまだいい。はい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 。頼むーん。頼む、お願いお願いお願い。ゴールドマンの暗黒呪文耐性は、あの、55のはずっす。あれ？なんか今度は聞こえたんだけど、なんで？どういうこと？わかんないっす。え？何それ？痛い。あー、大丈夫だった。でもメタキン盾あるからなんか黄金のオーラちょっと怖くもある。避けって、お前が、お前何もかからない。何もかからなかった。マヒ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 、くそー。あ、ワンチャンつばぜり来ないかなって思ったけど違った。普通に攻められた。408。お、来た、これいけるかもしれん。オッケーオッケーオッケー、そっちでそっちでそっちで、全然そっちでいいよ。やばーい。ポン、なんでよー。いや、外しじゃんこれ。余計じゃねえじゃんこれ、外しじゃん。ふざけやがって。命中率は低いっすからね。しかしな、避けならまだ腑に落ちたんやが、外しような。279あんま耐えなさそう。うーん、て
てか耐えない、耐えられない。ドルマ来たら終わり。いや、ワンチャンドルマミスというかいう最悪な負け筋があるから、そこだけは避けたい。ドルクマが刺さらない。どっち？普通刺さらない。オッケー、よーし、ならさすがに。いやだ。いけるかもしれない。お願い。いや、無理だな。お願い。お願い。あー、なんで？お前避けんの？お前避けんの？いや、大振動。いや、あともう、大振動じゃない方をお願いしたい。大振動。それしかない。来い。来い来い来い。大振動、大振動、大振動。それで、モーモーが避けてくる。大振動。オッケー。いや、襲いかかるー。よーし、はい。危なぁ。ずっと避けない。これ、もしね、耐えられてたら、はい、ネビラで多分死んでるからな、778は。ね、ああ、普通にダメージだった。いや、あれはもうね、ちょっと HP 的に押せるなと思って。つばぜり合いさ、俺の方が主力ではあるんだけど、はい、確かに。はい。そんなに脅威じゃなかったんだよな。まあ、確かに。そう、打撃耐性結構高かったから。そう。ナイトリッチが絶対止まんないから、まあ、そうなんだよね。だから リスクは伴うよね。結局オーブなのかな。オーブでもちょっと厳しい。うん、厳しいとは思う。神竜でダメージに困ることあるんだ。まあな、神竜も完璧じゃないからな。完璧ではなかったですね。そう。何がいいかな。は、待って、やばい、全然思いつかん、俺でや。思いつきで組んじまった。みんなそんなもんです。思いつきになっちまった。私もそんなもんなんで。多分大丈夫。じゃあ、その言葉信じるわ。責任は取りません。取ってよー。取れない。取れよ。取れないです。頼むよ。何事にも責任を負いたくない。無責任なやつだ。なんて無責任なやつだ。私に責任はない。私は何も悪くない。おお、そういうキャラね。オッケーオッケー。いいよ。そんなキャラだっけ？自分で。なんか、ああ、やばい。ああ、包囲だ。あ、勇者の盾どうだろう、刺さるのかな。勇者じゃないわ。全然天空だった。なんで見間違えたんだろう。超天空です。え、待って、普通に嫌だな。普通になんか、天空嫌だなって思いながら組んだんですけど。ああ、確かにな。もうみんな状態上だらけなんですよ。でも私は諦めない。あ、オッケー、今の。あ、最悪。そうね、これ全部引っかかるからね。美味しいですね。これ麻痺だ、麻痺。ガードガードガード。オッケー。うわよ。あ、やばい、もうこれダメかもしんない。いいぞ。せっかくね、教えてもらったからには使わせていただくぜ。いやさあ、クエス。賢さも無駄にせず。これ女の子が良かったな、まあ、普通に。似合いますよね、これ可愛いから。絶対可愛いのに、男だからなんかちょっと違う。女キャラ育てましょう。芸人みたいな嘘。タバサを。確かに。ザジーじゃん。おい、天才、そこでザジー思いつくの。いや、わかってるなぁ。わかってるわ。最高です。ザジー好きなんすよ。わかるー。めっちゃ好き、俺も。あの、なんか意味わかんない感じの。そう。私、意味わかんないの大好きなんですよ。わかるー。なんかね、本当に、もう、俺、あの、家族総出で一押しだから、がザジーはね。そうなんだ、うん。俺も好き。ザジー好きって言ってんの、多分私だけっす。ああ。うちは。マジか。
もうみんな変なやつ扱い。本当にザジーおもろいからな。もうあの絶妙なリズムネタがもうそうか、いや何か歌詞っていうのあれ何なのか分かんないな。なんかあの、ね、ワードセンスがなんかもう語彙がすごい。そうやった。痛い。これ麻痺入りますね。入らない入らなかった。これマネさだから大丈夫だと思いたい。許してちょ。言葉に出すと実現しやすくなると聞いたので、どっかで音声認識かな。15フラッシュじゃあどうしたもんかな。どうしたもんかな。ズバゼリかな。おっ SP。スバゼリじゃなかった。ありがたい。やばい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 ありがたいありがたい。やばいやばい。ちょっと待って。まずいまずいまずい。主人公走れ。お前走れ。マジで走れ。走ってくれ主人公が。オッケーオッケー。いいよ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 。そう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 。苦しい苦しい苦しい。これで突撃のあの命中とかも使いたいな。が当たらない。オッケー。いいよ。よし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 。まずはね。でも大振動なら問題ない。大振動ならいい。聖剣好き。いやー、主人公ガード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 3体入った。それが最悪やマジで。最高です。どうすっかなこれで。大振動魔怪獣止めるか。だってこれ負ける普通に。ナイス。うん、そうか。こうか。どうだ。なんだろう。弾で溜まっちゃう。溜まりますねこれ。マジか。あ待って、ちょっと足んない。待って、まずい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 。これまずいな。大丈夫か。やめろやめろ。会心の一撃。ああなんてこと。お前が避けるの。ありがとう死神貴族。貴族が避けるんだ。頼む魔怪獣止まんないでくれ。頼む魔怪獣。よしよし大振動いけ。お願い頑張って動いて。はい頑張って。はいはいはい。まずまずどうだ。おおぶよ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 。近い。セーフ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 。おいよいいよいいよ。どっち。いやいやいや。よし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 。ナイスナイスナイス。オッケーオッケー。オッケーオッケー。結局振り勝負じゃないですか。やってさ。ネビラ結局今までの試合なんだったんだ。ネビラースがさ、多分無理だろうなーって思ったからさ、はい、まあこれしかなかったんや、ね、考えるより最善の手だろこれが多分。それはそうだ。しょうがない。うん。こればっかりはしょうがないっす。そう。うわー。最近なんかこういうところで勝てないから。ちょっと頑張んなきゃ。はい。ちょっと頼む。ザジー俺に力を貸してくれ。ザジ首にぎさんツンツンしてやるよ。どのネタだろう。でもパッと出てきたのが首にぎさんだった。なんだそれ。首にぎさんツンツンツンだった。あーなんかもうでも好き。なんだろう。よーしゃー。やっぱダメだった。ザジーめ。ザジー何も悪くない。ザジーは何も悪くない。許さない。とばっちりだ。ザジーピンクのコートを許すな。ザジーとばっちりや。それジョイマンだ。おしゃれ着で天使の羽つけてたらもう最高でしたね。そうね。そうね。もう完璧だね。ちょっとな、運命じゃないとダメだな、多分。確かにデカさ的に。運命ぐらい欲しい。賢者で魔法の方位使うこと多分ないけどな。
おしゃれ着してみようかな、今度。見られていただく時間用意しなきゃね、じゃあ。まあ、でも打撃体制の調整次第だから、本当に。賢者でも使おうとすれば使える、まあね、使えるか。で、盾が死ぬから、もう盾のことは何も考えずに。